金井聖山は、東京と生まれの駒市。本名、金谷清。豊島達山の流れを組む聖山は、東京で最後の名校と言われた。東京、芝大門生まれ、裕福な七夜の長男。震災、繊災で三度焼け出されむ一門となる。上野桜木町で、父親の骨董屋を手伝っていた時に、豊島達山の勧めで駒を作るようになる。 駒師としては万学であった。また、木村文都氏は、辰山のうちで子であったが、生山は、弟子というよりも通いの職人という立場であった。1940年、辰山親子の死後、残された駒基地で、本格的に駒作りを始める。しばらくの間は、辰山の影武者として、辰山作の命で1000組以上の盛り上げ駒を作った。 また、宮松恵美が駒を作り始めた頃には、手ほどきをしている。なお、影水がなくなった後は、残された駒吉を、影水の夫人である宮松富が完成させ、聖山が指導手ほどきをしている。辰山の書体を受け継いだ聖山は、いかに書体に忠実な駒を作るかに不信していた。影水を独創的駒氏の騎手とすれば、聖山は忠実的な、 ましの筆頭と言える。影水なき後生山は、一躍脚光を浴び第一人者となった。生山は、影水さんが生きていたら、私の駒なぞ売れなかったでしょうねと、謙遜して述べている。生山は、掘り駒を一組も作らなかった。すべて盛り上げ駒で優しく品のある柔らかいじで人柄、そのものの実直で丁寧な仕上げであった。前沢五番店主によると、駒を掘るスピードが、 相当早かった。また、生山を高く評価していて、生産没時には残っていた駒をすべて買い上げた。なお、生山を表して、生山さんのような味のある色合いのいい仕上げができる駒市は現在いませんねと述べている。大正から昭和にかけて東京を拠点に活動した代表的な駒市の一人である。ありがとうございます。